それでは実践に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。例によって、本気度は一番高くして始めます。なぜかというと、これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあもともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。だけど当然手強いので気をつけなきゃいけないですね。最初はリオレウス、しかしつくづくなんてゲームだいいのかこれは。まあレウスですからね、すぐに飛んだりとか逃げたりするのが合ってるんじゃないかな。尻尾くれ、尻尾をくれ。でもその前に面白いもの拾ったな。投げちゃった。お、落とし穴。いて。お、尻尾やりましたね。これも食らって。セフィロスの最後のとどめがタルって。はい、次ガレオムです。スマブラ X を放送させますね。音楽も懐かしい感じ。まあまあそんなに怒るのはやめようよ。お、ちょっと食らっちゃった今。あ、握られてますね。まあまあそんなに怒らない。怒らない。真っ赤じゃないですかもう。はい。危ない危ない。はい、ちょっと怪奇物っぽい怖いと言われてるマルクですが、このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。年齢推奨制限で引っかかっちゃいましてね。しょうがないからマイルドにしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖くしたかった。お、魔界植物かな。お、割れた。自分が割ったんじゃないです。お客さん目が変になってますよ。おったわ。おっと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 、危ない。ああいう血管表現とかが特に怖いって言われてるところですよね。今のもちょっとキモい。ああ次次。あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だと、なんだ伯爵状態って、頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが、見ての通り、上スマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないですね。ここは素直にシールド。無理すんのはやめよう。おーっと、無理した方が良かったかな。さて、ここからが本番です。先生、そう、スマッシュ横とかをうかつにやると全然隙がでかくて反撃食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。怨念弾みたいな。いかんね、またやっちゃったね。なんとか片翼は出ないで済みましたね。いや出してもいいんだけど、むしろ出した方が。次魔王ガノンは戦い方をよく考えないといけないですね。何しろあの光ってる尾っぽにしか判定がない。いや判定はあるんだけど、他がみんな全身無敵になってるという。
まあ無理せず行きましょう。チャンス貯めちゃおっかな。痛いだろう。お、僕も、もっと危ない。よしよし。これど、あ、よしよし。次ギガクッパです。スマブラデラックスみたいな。やっぱり攻撃が思ったよりも広いので何とかしなきゃいけないですね。ハットを一線で抜けてみたりして、まずい、ここまずい、危ない。ああいうことをしていちゃいけないんです本当は。何しろこれつかみがありますからね、この人。危ない、結構間合いが広いよ。届かないしね。まずいね。結構当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。お、これも良くない、ちょっと届いちゃう。よし、獄門。本気度 9.9 いっちゃいました。はい、マスターハンドとクレイジーハンドです。それが北の大空洞でなぜか戦うという、これは最初からまずいね。ピヨッタ、まずい。もうろくにダメージを与えていないのにすでに蓄積ダメージが。吸われたくない。うわー、このアングルを小さくされるのとても危険。ここでダウンをさえできればいいぞ。もう一回いってーい。ついに肩欲が出てしまった。まずい、これはまずい。まだ諦めちゃいけない。はっ、ほっ、こいこい。さすがにできなかったか。お、これはいけるんじゃ。あとはクレイジーだけでも一撃くらいはやられそう。今掴もうとしたね、君。一人で10体ぐらい倒せばいけるかな。よし、はい、終わりました。お疲れ様でした。さらばだ、獄門。本気度 9.9 のまんまでしたが、はい、お疲れ様でした。ボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。